Hallowed, this is Hiroshihayashi, Hamama City, Japan. Ancient gods are aliens from the outer space, and here in this video, I prove it with concrete evidence. They couldn't or they can't walk on this planet. That is to say that they are the people who need power-assisted walking devices when they walk on this earth, most probably because of its gravity. I show you the walking devices in this video. 古代の神々は歩行補助装置を身につけていた。その事実をこれから皆さんにお見せいたします。理由は簡単です。地球の重力が問題でした。と同時に、長野県茅野市で発掘された縄文ヴィーナスについての残された最後の謎解きをこのビデオの中でします。縄文ヴィーナスも歩行補助装置を身につけていました。まあ、これが縄文ヴィーナスです。この土偶に残された最後の謎は、この脚部です。異様に太い大腿部。で、その大腿部には奇妙なラインがあるのがわかります。が、このラインは歩行補助装置によるものです。縄文ヴィーナスは足部全体を覆う歩行補助装置を身につけていました。そのことは、バビロニアに残っているイシュタール像と比較してみるとわかります。縄文ヴィーナスに比較して、バビロニアのイシュタール像は逆に、皆異様に細い足をしているのがわかります。大きなボディに比較して、不釣り合いに細い足。この足で、その上の大きなボディを支えるのは不可能かと思われます。実際、ペルシャ一帯で見つかっているイシュタール像の中には、座像、つまり椅子に座っている像が多いのも事実です。で、話を進める前に、まず皆さんに確認していただきたいのは、日本の縄文ヴィーナス、そして同じく長野県茅野市で発掘された仮面の女神は、スメールのイナンナ、バビロニアのイシュタールと同一女神であるという事実です。ここに空の写真を紹介しておきますので、ご自身で確認してください。なお、スメールのイナンナは、バビロニア、メソポタミアでは、イシュタールと名前を変えます。さらに、時代は下って、エジプトではマリ、ヘブライ語ではマリアと名前を変えます。それはともかくも、縄文ヴィーナスや仮面の女神、さらには遮光器土偶、さらには埴輪などの脚部が、まあ足の部分がですね、異様に太いのは、やはり歩行補助装置を身につけているからです。そのことは、アッシリアの遺跡で見つかったレリーフを見ればわかります。そこには古代の神々が彫刻されています。アフラ・マズダーもいます。その神々の足を見れば、古代の神々が歩行補助装置を身につけていたことがわかります。そうした事実をこれから順に皆さんに紹介していきます。判断なさるのはあなた自身だということです。で、今、皆さんにご覧いただいているのが中央に縄文ヴィーナス、左右にイシュタールです。まあ、イシュタールにもいろいろな像がありますが、一番右のイシュタール像に注目してください。縄文ヴィーナスとコンセプトが全く同じであることにお気づきになると思います。と同時に、こうした、まあ、なんて言いますか。まあ、ものも、ものですね。としか言われませんけども、見つかっています。そして、このイシュタールのイナンナと、そして左の縄文ヴィーナスを比較してみてください。作りの方のコンセプトが全く同じです。まあ、顔が違うじゃないかとおっしゃるかもしれませんけども、縄文ヴィーナスも、そして右のイナンナも、お面を、仮面を被っています。そのことも私のビデオの中で既に証明いたしましたので、ぜひご覧になってください。そして、縄文ヴィーナスは言いました。私はイナンナなのよ。縄文ヴィーナス。いわゆるまあ、日本の土偶、イナンナ説は、林博士の説です。これがまあ、縄文ヴィーナスですね。この足を見てください。で、最後に残された謎はですね、この足のところに奇妙なラインが入っていることですけども、これは、歩行補助装置と考えます。この中にすっぽりと、まあ、イナンナはですね、足を入れて、この地上を歩いたものと思われます。で、今、バビロニアで発掘されているイシュタール像ですね。それをこの、縄文ヴィーナスの歩行補助装置の中に入れてみます。まあ、こうして足部全体を覆った
歩行補助装置であったということになるわけです。まあ、こんなこと言うとですね、なぜ、どうして、その証拠はあるのかというふうにおっしゃる方も多いと思いますので、これからその証拠をお見せいたします。一番右が、まあ、ご存知、仮面の女神ということになってますね。そして一番、今度はそれ、それに続くのが、青森県の神ヶ丘で発掘されている遮光器道具です。目が一様に太い足をしていることに注意してください。これらは皆歩行補助装置をつけています。歩行補助装置というのはですね、まあ、何かの、まあ、原因があって、そしてまあ、あることが、に困難を感じる方がですね、こうしてまあ、歩行補助装置をつけて、歩くことができるようになるというわけです。まあ、これが歩行補助装置ですけども、古代の神々は、こうした歩行補助装置を身につけていたということになります。で、これからその歩行補助装置を皆さんにお見せします。アッシリアにですね、こんなレリーフが残っています。アフラマズダ、もしくは王、もしくは神ということになっていますけども、まあ解釈の仕方はいろいろあると思いますけども、この神ですね、足を見てください。これから皆さんに古代の神々が歩行補助装置を身につけていたという証拠をお見せします。赤い部分がサンダルですね。そしてその上に足が乗っていますが、異様に薄っぺらいていますか。ひらひらの足であることに注意してください。そしてこの黄色い部分が足ということになります。そうするとこの赤い部分は歩行補助装置ということになりますね。動力源があって、そしてこの動力によって足を動かしていたということになります。このサンダルと黄色い足をつなぐ部分にですね、細いベルトのようなものが見えることにも注意してください。で、これが足と歩行補助装置であるということは、この赤い部分を見てください。この黄色い部分と左の赤い部分の間の向こうが透けて見えますね。そして、この、まあ、神の衣服がその向こうに見えているのがわかります。この矢印のところに注意してください。横線が一致しますね。左右に流れて。この、ですから、緑の部分を、まあ、衣服のようなものとするならば、この衣服の一部がですね、黄色い部分と赤い部分にまたがっていってますが、その隙間の間に見えているということです。なあち、これは大腿部でもふくらはぎでもないということですね。黄色い部分が足で、そして赤い部分が歩行補助装置ということになります。この部分が特に重要ですから、見てください。この隙間のところに、向こうの、その向こう側にある衣服の一部が、まあ、彫刻してあるということです。まあ、このようにですね、古代の彫刻は正確にと言いますか、神々の姿を写し取っているということですね。で、ここに歩行補助装置があります。そしてこれが、まあ、右の方はね、現在人間が使っている歩行補助装置です。なあち、この神は少なくとも人間ではない。少なくとも地上を歩くときにですね、このような歩行補助装置を必要とした、まあ、人たち、なあち、エイリアンであるということになります。でもこの羽についてはですね、私はこのように解釈しましたが、これはまあこのようにも見えるという程度に判断しておいてください。上がアフラマーダーですけども、左右に足が伸びてますね。ふにゃふにゃふにゃっとした、ようにまあかぼそいていますか。まあ、頼りない足をしていることに注意してください。まあそのアフラマーダーの羽、模様なのか、まあ、なんて言いますか、飾りなのか、本当の羽なのかということはいろいろ議論があると思いますけども、ともかくも、こうした、点で一致して、すなわちこの、まあ、このレリーフの神はですね、私はアフラマズダだと解釈しています。で、まあ、もちろんお面かぶってますし、この俺と、この像と同じお面も実は見つかって発掘されています。そのお面も以前紹介しました。この腕もですね、よく見ると、この黄色い、まあ、部分が、まあ、元々の腕で、そして黄色い、あまあ、ちょっと上のね、ピンクっぽいのところがですね、歩行、まあ、補助じゃなくてね、これはいわゆる補助装置だというふうに考えられます。やはりこう地球上ではですね、まあ、こうした補助装置なくしては、生活、あるいはあること、あるいは何かを持ち歩くこともできなかったということになるわけです。向かって、まあ、右、この髪のですね、左腕もそうですね。やはり黄色い部分とピンクの部分に綺麗に分かれてますね。人間はこのような、まあ、線が、腕の中央に、内側に入るということはありません。なあち、黄色い部分が腕であり、赤い部分が、まあ、補助装置ということになるわけですね。まあ、これはペルセプロスに残るアフラマルダーの、まあ、レリーフですけども、やはり、異様に細い足してるところに注意してください。そして、これが、ビンカ、セルビアのビンカで見つかった、シティングウォーマンですね。そういうふうに書いてありました。いわゆる、
座像、婦人座像って言いますかね。そういった像なんです。まあ、角度は違いますけども、こう見えます。中央、三本足見えますけど、中央で二つの細い足を束ねているのがわかります。異様に細い足だというところに注意してください。一方、これと同じ像が、同じく長野県茅野市の小東で見つかっています。左が敏感、右が長野県の茅野市で見つかった、仮面の女神です。顔を比較してみてください。これは違うという方が無理がありますね。ここは特に重要ですから見てください。肩幅が横へ伸びてですね、カクンカクンと曲がっている。そして脇の下には大きな空間ができている。人間はこのような空間はできません。そしてこのコンセプトですね、三角頭の、まあ、この丸、まあ、これは私この、血の死って調べましたところ、穴ではありませんけどもね、くぼみのようなものが開いてます。そして口のところにも同じ穴が開いて、穴というか、まあ、穴が、穴ですね。そして、肩のところに、敏感の方は丸い穴が開いてますけども、仮面の女神の方は、円形の模様が書いてあります。特にこのおへそですね。このおへそ、を比較してみますと、作り方のコンセプト盛り上がって、そして穴が開いている。左の像と、比べてみるとよくわかります。一番左の像と、血の死の像と比べてみますと、さらに鮮明にわかります。これが、まあ、敏感で見つかったシティングウーマンですね。そして、これ右の方が、長野県血の死で見つかった、仮面の女神です。これ両者を比較してみてください。全く同じと言っていいですね。そして、肩幅がやはり、カクンカクンと回って、ここに丸いものがあると。ところが下半身だけは違うんですよね。それはまあ、その理由はこれからお話しします。で、このへそを見て、ここのへそを見てください。これ同じ、よく見てください。いいですか？同じだったですね。ここまでに同じなんです。ヴィンカですよ。セルビですよ。セルビアというのはギリシャの北部です。そして、この鼻、三角頭、首、コンセプト、全く同じなんですね。これを違うという方がおかしいわけです。なあち、仮面の女神の方はですね、そのまあ、足の、手の部分、腕の部分がね、ややこうディフォルメ化してありますけれども、同じだというところが、足の太さが違いますね。ところが同じく敏感では、なんと、下半身だけの、まあ、胸あたりまである歩行の土偶が見つかっているんですね。まあ、これか、これを、まあ、こうして、すっぽりと被って、そして、まあ、地上割れた。と同時にですね、日本の甲府市内でも、いわゆる、脚部だけの土偶が見つかっています。これは甲府市内の、山梨県技術考古博物館の中に陳列されています。これは大変貴重な、土偶だと考えています。で、結論です。これが、まあ、仮面の女神ですね。そして、これらに、まあ、右の方が敏感です。同じ像だということを確認していただきましたね。そして、縄文ヴィーナス。同じ場所で見つかっています。同じように太い足をしています。そして右の下がですね、バビロニアで見つかっているシュメール像、イシュタール像です。イシュタール像ですね。そしてこの足を見てください。右の方はですね、異様に細い足をしています。ですからこうしたこの足では、体を支えることができなかったから、歩行補助装置を必要とした、ということですね。ですから日本の遮光器道具、そして埴輪も太い足をしています。こうしてまあ足、太い足がなぜこのように異様に太い足をしているかというのは、まあ左四つはですね、同じコンセプトで作られた足だということになるわけです。そしてさらに話を進めてみますと、同じって言いますか、その敏感ではですね、右下のような歩行補助装置的な土偶も見つかって、そして左の、まあ、山梨県甲府で見つかったこの土偶も、下半身だけのパワーアシスティッドウォーキングデバイスということになるわけです。つまり、古代の神々はこうした歩行補助装置を必要とした、まあ、神々であった。すなわち、エイリアンであったということになるわけです。まあ、この、敏感の歩行補助装置はおそらく胸から首あたりまですっぽりと入っていた歩行補助装置だと思われます。左の縄文ヴィーナスの方はやや進化した、まあ足だけをすっぽりと入れて使った歩行補助装置だというふうに考えられます。まあ進化しているかどうかということはまあ皆さんの判断になりますけども。で、仮面のヴィーナスは言いました。仮面の目が見えました。ごめんなさい。私は地上を歩くことできないの。で、だからこうした歩行補助装置を必要としてんのよ。私も必要としてんのよ。ほほほほ。ってな感じでね。そして、埴輪の武人って言われてる人もいました。私も歩行補助装置を必要とするのです。すなわち、これらの人々は皆、地上では歩けなかった、すなわちエイリアン。ということになるわけですね。古代の神々は歩行補助装置を必要としたエイリアンであったというのがこのビデオの結論です。あとは皆さんご自身で判断してください。それでは続くビデオをどうかご覧ください。バイ。
Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. From Kofu to the world, this is Jomon Civilization. I say here that the Jomon Civilization is the first civilization that fostered the whole civilizations of the world following. Jomon Civilization, Jomon 文明。Jomon 文明は世界第一の文明である。世界の文明を育てた文明である。ってことを言いますと、そんなバカなとか、そんなはずはないというふうに思う人は多いかと思います。あるいは、林浩司の頭おかしいと思う人は多いかと思います。あるいは、こういうことを言いますと、真っ先にそれを否定してくるのが日本人だというのは、とても悲しいことですね。今皆さんにご覧いただいているのは、縄文文明がどのようにして世界に広がっていたかということを示すものです。中央に、縄文文明があります。世界の文明は縄文文明を中心として有機的につながっているということです。有機的にというのはですね、互いに共通点を持ちながらつながって、あるいは関連性を持ちながらつながっているという意味です。で、皆さんに仮面の女王を紹介します。その前に、これはセルビアのヴィンカ遺跡で発掘された土偶像ですね。で、まずそれを皆さんにご覧いただいてますけども、この女神といいますか、女性はですね、椅子に座っています。そこに注意してください。この像もそうですね。椅子に座っています。三本足じゃないんですよ。三本足に見えるかもしれませんけども、椅子に座っています。で、中央で足が二つ揃っています。そういう像なんですね。で、頭が三角。脇の下が大きく空いているところに注意してください。人間は座ってもこのように脇の下に大きく穴が開くことはありませんね。右がその長野県の茅野市で見つかった、仮面の女王です。一見してお分かりのように、これらの像は大変よく似ています。と同時に肩がですね、異様に広くてカクンカクンと曲がっています。ここに注意していただきたいのは、角のところに穴が開いているという点です。よく見ますと、口のところにも同じところに同じような穴が開いています。で、肩のところにも穴が開いてるんですけども、仮面の女王の方はくるくるっと、丸くなっています。そしてこのお腹ですね、やや全体に盛り上がって、そしてポコンと出てる、おへそですね、もよく似てるっていうことです。脇の下に穴が開くっていうのはですね、人間は開きませんので、皆さんご自身でご確認ください。で、ついでですけども、メソポタミアでこんな像が、発掘されました。この女性の場合はですね、手を見ていただきたいんです。手がスーッと伸びて、スタのように細くなってますね。で、なぜ私はこの像に注目したかというとですね、これと同じものがですね、長野県の井戸尻の考古館に飾ってあるからです。左は土器ということになってますけども、これは土器じゃありませんね。土偶です。頭は別のところにあります。そして手がくるくるっと曲がってますね。これで、この土器の謎が解けました。これは余談です。で、話を戻しますけども、シュメールのイナンナです。シュメールではイナンナ、バビロニアではイシュタールと名を変えます。これがイナンナ像です。見るからにレプタリアンという様相の顔ですね。で、同じ像が実は奈良県の法隆寺にあります。この法隆寺の像と、シュメールのイナンナ像と見比べてみてください。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思います。というか同じなんですね。下がシュメールのイナンナ像です。右が法隆寺の像で、左がシュメールのイナンナ像です。この三者は、よく似てるというよりも同じですね。簡単に比較してみますと、目が、長くて大きいっていう点ですね。それから、吊り上がっている、側面についているっていうところです。口が大きく裂けています。そして鼻の穴も二つ離れてあります。これらの像は同じですね。そして特に首が太くて、首のカーブに注意してください。同じだということに皆さんもお気づきになると思います。で、次に、縄文ヴィーナスです。これが縄文ヴィーナスです。同じく長野県の茅野市で発掘されています。で、右の方が、
バビロニアのイシュタールです。こうした像が、まあ、いくつか見つかっているわけですけども、バビロニアのイシュタール、すなわち、女神中の女神ということになります。この両者を比べてみますと、両者とも頭にヘルメットのようなものを被っています。まさにヘルメットですね。ヘッドヘルメットって言いますけども、そして胸のコンセプト、同じですね。それから、上半身が、大きく、まあ、膨らんでいると言いますか、太っているところ。そして下半身も、大きく、太っていると言いますか、大きいところですね。そんなところに注意してください。そして、頭も比較してみますと、この両者は、仮面、すなわちヘルメットを被っているのはわかります。ハート型の、ヘルメットですね。そして、目が、吊り上がっています。というような共通点、共通性を持っているってことなんですね。これを私はつながりと言っています。で、パナマの、バレルス、シチオバレルっていうところでこんな像が見つかりました。これはアタムさんが教えてくださいました。で、検証したのは続くビデオの中で紹介しますので、どうかご覧ください。で、この、シチオバレリスの像もやはり三角頭をしています。が、さらに細かい点を見ていきますと、鼻の先がですね、スーッとこう犬の鼻のように長く伸びて繋がっているのがわかります。そしてこの目が大きい、丸くて大きい目が側面についています。この鼻ですね。で、今度は正面で見てくださいね。同じような鼻だということに、鼻と言いますかね、顔、だってことに皆さん、目が側面についているってことなんです。同じだってことに皆さんもお気づきになると思います。これがですね、仮面の女王と、まあ同じというふうに見ていいんじゃないでしょうか。三角頭です。そして、まあ、それだけじゃないんですね。肩幅もやはりカクンカクンと曲がっています。人間は脇の下にはこのような空間はできません。V 字型の顔です。V 字型の顔、大変似てるというか、まあ、私は同じと見ます。そして脇の下が大きく開いています。中央は黒く見えますけども、元々の写真がそういう写真だったんですね。それをくり抜いてこうなったわけです。で、これが、先ほど見せましたイナンナ像です。やはり V 字型の顔をしてますね。皆、その、イシュタールイナンナは同じ顔だということです。日本、それからシュメール、バビロニア、みんな同じだってことですね。で、仮面の女王の方も横から見ますと、やはり頭は後ろにぐーっと出ているのがわかります。仮面の女王は正確に、まあ、イナンナ像を模しているってことになります。中央が敏感で発掘された像です。やはり同じような顔ですね。斜めから見た像、ところです。V 字型の顔ということになります。これは偶然の一致なんでしょうか？それともそうではないのでしょうか？そして脇の下が開いています。これは偶然なんでしょうか？それとも偶然の一致とは言えない。私は言えないと思いますけどもね。そして一番目が青森県の三内丸山遺跡で見つかった像です。やはり三角頭です。まあ、こんなところに共通性、共通点があるということですね。こういうふうに有機的につながっているということです。で、こんな埴輪を私は見つけました。赤ちゃんを抱いている埴輪です。今度はこの埴輪を見てください。右が、バリレスで見つかった、像ですね。やはり赤ちゃんを抱いています。この脇の下も開いてますね。そして、この赤ちゃんを拡大してみます。こうなります。そして90度左に回してみます。大変よく似ていることに皆さんもお気づきになると思いますし、足がおかしいですね。これは人間の足ではありません。すなわち、この埴輪の神は人間ではないということを、この埴輪は示しています。つまり、顔は人間の顔ですけども、お面をかぶってるんですね。ですから、まあ、目がくり抜いてあるわけです。こうして、まあ、並べてみますと、日本の埴輪と、パナマの
バリレスの像が同じであることに皆さんもお気づきになると思います。これから、これがインダスバリで見つかった像ですけども、やはり赤ちゃんを抱いています。そして肩幅がカクンカクン、肩がですね、カクンカクンと折れ曲がって、脇の下に大きな空間ができています。人間と比べて一本余計に関節が多いんじゃないかと思っています。そして共にヘルメットをかぶっています。マスクをかぶってるんですね。で、縄文文明についてまとめています。中央が三角頭の仮面の女王ですね。そして、この仮面の女王を中心につなげてみますと、これがヴィンカの像、そして、パナマの像とつながっていきます。で、今度は、その、ヴィンカの像が3体このように並びます。あ、一番下はブルガリアの像です。ブルガリアでも発見されてるんですよ、皆さん。同じコンセプトですね。そして、下へ来てインダスの像、それからシュメールの像へとつながっていきます。それで今度は、仮面の女王から青森県の三内丸山遺跡、それからヴィンカの像と繋がっていきます。そしてシュメールのイナンナ、それから交流寺の像、そしてヴィンカの像へと、あ、ごめんなさい、パナマの像へと繋がっていきます。そして下の像が、ブルガリアの像から、これが、イナンナですね、いや、イシュタールですね、イシュタールと、それから、縄文のヴィーナスと繋がっていきます。このように、仮面の女王を中心として、それぞれの像がですね、有機的に、いわゆるその関連性を持って繋がっているということです。すなわち、縄文文明というのは、世界の文明に先駆けた、世界の第一の文明であるという理由はここにあります。が、これだけでは皆さん多分満足なさらないと思いますので、もう一つ事実をお知らせいたします。まあ、こうして今皆さんに像、こうした表を見ていただきましたけども、ここに、ヴィンカ、ヴィンカ、ヴィンカという文字が出てくることに注意してください。ヴィンカというのが何やら重要な意味を持っているように思われます。ヴィンカ遺跡がですね、日本の縄文文明と深くつながっているように思います。ヴィンカというのはセルビアの、ここにあります。現在のセルビアです。セルビア遺跡です。この辺りはヴィンカっていうわけですね。まあ、ギリシャの上の方、北の方だというふうに思っていただければ間違いありません。そこでこのような像が見つかっているわけです。三本足じゃなくて真ん中で二本の足が束ねられています。このヴィンカではたくさんの博物があります。まあ、それを紹介したのがこの、まあ、公式の、まあ、ホームページです。まあ、ちょっとそれを紹介させていただきますけども、こうした像がこのヴィンカ遺跡から発掘されているということなんですね。で、このヴィンカで見つかったこの女性像ですけども、この椅子に座った女性像と、それから先ほどお見せしました仮面の女王と比較しています。まあ、先ほど簡単に照合しましたけども、もう一度見ていただきますと、この耳のところに穴が開いているところに注意してください。それから口のところにも穴が開いてますね。同じところに同じような穴が開いているということです。そして肩のところは、まあ、ヴィンカの方は穴が開いてますけども、そして脇の下には大きな空洞ができています。人間は繰り返しますけど、こんな空洞はできません。そしてこのおへそを見ていただきたいんですね。同じです。そして三角頭です。そして頭の後ろにポコンと出てる点も同じです。ただ、ヴィンカの方は横、側面が手に入りませんでした。そしてこの口を見てください。同じですね。で、肩も同じ幅で同じようなコンセプトでできています。が、皆さんはこうおっしゃいますね。足が違うじゃないか。足の太さが違うじゃないかとおっしゃるかもしれませんね。ちょっと待ちくださいよ。同じヴィンカで、実はこんな像が見つかっているのです。すなわち、下半身だけの土偶です。これはまさしく歩行補助装置ですね。地上を降りてきたエイリアンたちは地球の重力には勝てませんでした。ですからこうした歩行補助装置をつけていました。と考えると納得できるわけですね。じゃあ日本の方はどうなんだってことになりますね。実は、まあ、その地の力はほど遠くない、甲府盆地の中で同じような土偶が見つかっています。これはまさしく歩行補助装置ですね。こういうふうに考えますと、この両者は一致するということになります。そこでもう一度世界地図を見てください。日本がここにあります。日本に、まあ、この仮面の女王があります。そして、これが
像ですね。まあ今紹介した像です。そして右の方がパナマです。シュメールの像です。シュメールですね。あ、バビロニアですね。バビロニア、バビロニアスかインダスと続くわけです。となると、どちらからどちらへ文化が伝わっていったことを、もう少し皆さん考えてください。ヨーロッパから日本へ来て、マヤ伝わったのか、それとも日本からヨーロッパへ行き、そして一方でマヤ伝わったのかということがありますね。ということを考えて、もう一度皆さん考えてください。すなわち私は言うには、縄文こそが世界の文明の中心地であったというのは、一つのこれも根拠になると思います。私こそがその証拠だとこの亀の女王が言っているように私は思います。いかがですか? Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Atago and Hiroshi Hayashi, Japan. History of Gods, History of Mankind. Haniwa knows it. I say, just a collection of fact is not archaeology, but a more important thing is to weave a theory out of this fact by exploring the lives of our ancestors to create a unified theory and formulate a better understanding of mankind's past. アタゴさんよりこんな情報がもたらされました。パナマのスキオパリレルというところですね。こんな土偶が見つかったというのです。で、調べてみますと、赤ちゃんを抱いた埴輪は日本にもあります。で、さらに調べてみますと、世界中に、まあ、赤ちゃんを抱いたテラコッタフィギュアズはたくさんあるわけですね。これはシュメールの女神の、まあ赤ちゃんを抱いたテラコッタフィギュアです。で、さらに調べてみますと、インダスバリーでもこうしたテラコッタフィギュアズが見つかっています。赤ちゃんを抱いています。シュメールの女神に戻りますが、何か意味があるのでしょうね。で、日本の埴輪をもう一度見てみますと、この赤ちゃんは人間離れしているのがわかります。前にも証明しましたが、埴輪、土偶は、いわゆるヘルメットをかぶっています。仮面をかぶっています。で、肩幅が異様に広いこと、関節が一本多いように見えること、そして腰がくびれているのがわかります。共通点があるということですね。で、さらに枠を広げてみますと、日本にはこうした土偶が見つかっていますけども、やはり肩幅が広く、腰が細いですね。足が太いのは歩行補助装置をつけているためと判断しています。さらに枠を広げてみますと、日本の遮光器土偶へとつながっていきます。遮光器土偶も基本的には肩幅が広く腰がくびれていて、そして歩行補助装置をつけているということです。で、この頭に注目してみてください。これが証拠となります。縄文土偶ですけども、頭にですね、変わった帽子をかぶっています。ヘルメットですね。下はシリアのマリで見つかったイシュタールの土偶です。これらは一人の女神、すなわち、イナンナ・イシュタールということです。そしてもう一度、シティをバリレルに戻ってみます。アダムさんが送ってくださった写真です。赤ちゃんを抱いています。鳥人間ということになっています。パナマです。シティオ・バリレルです。まあ、後でも紹介しますが、
この遺跡はほとんど人には知られていないそうです。そこにはこうした、まあなってますか、アーティファクトがたくさん見つかっているわけですね。で、その中に次のような地図のようなものもあるというわけです。外国の人は食器を伏せておきますね。日本人は上に向けておきます。土器についても同じことが言えますね。まあそれはどうでもいいことですけども、こうしたものが見つかっているということです。エンシェントミステリーズの記事を紹介します。ということです。検証を続けてみます。もう一度、アタムさんが送ってくださった写真を見てください。赤ちゃんを抱いていますね。そして、まあ、母親と思われる、まあ、人物の顔はどうも鳥のようであると。が、これは鳥ではないんですね。いわゆる三角頭です。足もよく似ています。そして肩幅がやはり異様に広いことに注意してください。そしてそれはですね、日本の長野県の茅野市で見つかった仮面の女王と共通点を持っています。もう一度先ほど紹介しました、まあ日本の土偶、土器を見てください。シュメルの神々も赤ちゃんを抱いています。インダスバリーの土偶も赤ちゃんを抱いています。そしてその土偶は、もうどうも人間ではないように見えます。つまり、日本の中で、ものを考えていると、どうしても袋小路に入って、行き詰まってしまうということですね。そこで視点を宇宙に置いて、宇宙から地球を見ると、謎が解けていくのではないでしょうか。そしてここに示したのは、皆一人の女神、偉大なイシュタールだということです。日本の恵那山のふもと、稲盆地で生まれ育った偉大なだということですね。というふうに考えていくと、謎が解けるということです。そしてさらに、アタムさんが送ってくださった写真によりですね、その文明はマヤ、インカともつながっているということになるのではないでしょうか。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello. This is Hiroshi Hayashi and Taka in Tokyo, Japan.
Today's story is about the mystery of the queen with a mask. Who is she? And where is she from? And the mystery of high cut suit. 皆さんこんにちは。今日の物語はですね、仮面の女王の物語です。彼女は誰なのか、どこから来たのか、そして謎のハイレグパンティの話です。話です。これが、仮面の女王ですね。長野県茅野市で発見されました。これは大変な発見物だということはもう間違いありません。で、その前にですね、私はいわゆる爬虫類人間を調べてみました。この女性というかね、この神というか、道具が誰であるかということを皆さんに話しする前に、ちょっとその前段階ですけども、こうしたその土偶がですね、日本だけではなくて世界中で発見されているんですね。特に、バビロニア、ペルシア周辺ですね、で発見されています。で、この、私はじめですね、初めで仮面の女王を調べるときに、その外堀を埋めるためにこうしてそのいろんな像を集めてみたんですね。そしたらいろんなこの像があることが分かったんですけども、途中で気がついたんです。皆さんお気づきですか？これはみんなバビロニア、ペルシア周辺で見つかっている、土偶ですね。日本的に言えば。土偶、像なんです。クレフィギュアですね。で、ここまで来たときに、私はタカさんからの投稿を思い出しました。タカさんはですね、このようにおっしゃってます。みんなですね、ハイレグのパンティを履いてるって言うんです。本当に考古学には、に使わしくない言葉ですけども、ミスマッチしていると。で、確かにその、タカさんが送ってくださった写真を見ますとですね、ハイレグパンティを履いてるんですね。私これ、はじめピュービックヘアかと思ったんです。ヘアかと思ったんですけども、途中から見てください。パンティ？パンティ？パンティ？ハイレグパンティ？ハイレグパンティーズ and ハイレグパンティーズ。みんなハイレグ履いてますね、確かに。驚きましたね。ということは、これがね、重大な謎解きの鍵になることになったんですね。ハイレグパンティーですね。英語ではハイカットスーツって言いますけども、バビロニア、ペルシャへ話を戻しますと、これが今言いましたバビロニア、ペルシャで見つかっている土偶です。で、これが誰かということなんですけども、順に比較してみますと、これは右の方は、いわゆるそのシュメールで見つかっている爬虫類型人間、リザードウーマンですね。胸が大きいですから。で、並べてみますと、みんなハイレグパンティを履いているんです。もうこれでわかりましたね。これらの像はみんな、いわゆるシュメールの女神を、シンボルなんですよね。女神のシンボルがこのハイレグパンティであったというわけです。高井東京さん、どうもありがとうございました。先日は大変失礼なことを申し上げまして、すいませんでした。で、これはですね、今言った、爬虫類型人間、リザードウーマンですけども、この肩に特徴があるんです。この肩がカクンカクンとね、人間のような撫で方ではなくて、真横に伸びてストンとしてますね。いわゆる関節が一本多いように見えるわけです。で、これは日本の土偶ですけども、土偶ですね。同じような型をしているということに注意してください。これも、日本の土偶です。群馬県で見つかっています。この型に私は注目してみました。これは、テューブスターさんが探してくださった、いわゆる土偶ですけども、やっぱり型に特徴がありますね。カクンカクンと曲がっています。これもそうです。これが仮面の女王ですけどもね。型を見てください。カクンカクンと来てますね。これで一つのヒントが出てきたわけです。後で、もう一回言いますか。それからこれが青森県で見つかっている道具ですけども、やっぱり型に特徴があるんですね。嫌に型が広いと言いますかね。縄文人たちは想像力で道具を作ったわけじゃないですね。見たものを作ったのです。そこに見たものを一生懸命に残そうとしたんですね。これは仮面の女王ですけど、右の方にバビロニアの像が残っています。やっぱり肩、それからコンセプトが同じですね。頭を見てください。三角形でしょ？で、日本だけで見てるとね、これ三角形のマスクに見えますけども、これ右もバビロニアで見つかってる像なんですけども、やっぱり肩がカクンカクン、頭が三角形です。こうして世界の、土偶とつなげてみますと、日本の土偶が浮かび上がってくるってわけですね。で、もう一度比べてみてください。バビロニアと、それから、この、両方ともバビロニアですね。椅子に座ってるんですよ、これ。三本足じゃなくて。よく見てください。で、椅子に座ってる。これがみんな椅子に座ってるバビロニアの像ですけど、やっぱりコンセプトが同じなんですね。はい。三角形の頭に、こういうことなんです。群馬県の、土偶も素晴らしいですが。そして、
比べてみますと、やっぱりカクンカクンと、みんな一様に、角張った方、それから、これはチザの、チリのチザの地上絵ですけど、やっぱり角張ってる。で、まあ、同じように角張ってるということを皆さん、見てください。頭が三角形です。で、三角形の頭は何も日本だけにあるわけじゃないですね。そして、丸っぽいのもあるんですね。で、これも椅子に座ってるという意味で共通点があります。で、今皆さんに見ていただいているのは、仮面の女王がですね、バビロニアにも同じものがあるということなんですよね。そこにまあ注意してください。そして、そのコンセプトが同じであると。で、頭は三角であると。で、結論になりますけども、結論をお話します。まあ、順に見ていくと結論が出てくるんですけども、これが仮面の女王です。誰なのか。どこから来たのか、男なのか女なのか、もう女だって言ってしまってますけども、これが仮面の女王です。そして、この肩を見てください。頭を見てください。繋がりますね。そして、今度は左行って、やっぱり肩も繋がりますね。これ日本の道具。上はシュメールの女神です。名前はわかりません。この、今はね。下へ来てコンセプトが同じだと。そしてここでですね、まあ、鳥のような頭の人間が出てくるわけです。で、ここでですね、なんでこれが二つがくっつくかと言いますと、パンティーなんですね。皆さんよくご覧ください。あ、この前に赤ちゃん抱いてますからね、それで繋がっていくんですけどもね。赤ちゃん抱いてるでしょ。そして、これら女神であるということがこれでわかるわけです。そして、シュメールの女神と繋がっていくと。そこで、タカさんが教えてくださったように、ハイレグパンティーが、まあ、この謎を解く鍵になるわけですね。そこで、この、戻りますけども、このパンティをもう一度注目してみてください。パンティ、パンティ、パンティですね。繋がってますね。しかもですね、このパンティというのがですね、特徴がある、いわゆるハイレグパンティ。で、なんですね。そしてこのシュメールの髪と繋がっていく。で、さらにですね、ここでイシュタールと結びつくんです。イシュタールもハイレグ三角のパンティを履いています。これが結びつかなかったもんですから今まで苦労しましたけども、シュメールの神というのはまさに皆さん、イシュタール・イナンナだったんですね。イナンナです。シュメール語でイナンナです。そして、このイナンナは、イナンナ、これはもうはっきりします。真ん中の土の像。そして、日本で縄文ヴィーナスとなったわけです。わかりますか？これで繋がりましたね。ということで、縄文ヴィーナスから、それから、三角頭の、仮面の女王、そして、シュメールの女神、そして、イナンナ、イシュタールと繋がっていったわけです。まさに、なんて言いますか、はい。ハイレグがですね、ハイレグパンティが、その謎を解くと言いますか、繋ぐ重要な鍵になったというわけです。では、もう一つの事実をお教えしましょう。まあ、これはシュメールの、今言った、イシュタール。これ、ごめん、シュメールじゃない、イシュタールということははっきりしております。これはイシュタールの像だったらなってます。で、その説明がですね、面白いですね。愛らしくも恐ろしいと。それで、この世のとも思われない白肌と、燃える赤い目を持っていると。で、彼女は右手で招いたらね、それを拒んだらね、もうすぐまあ殺されてしまうというわけです。さあ、この、イナンナを見てください。目とおへそに特徴がありますでしょ？イナンナを見てください。目とおへそに特徴がありますでしょ？そして縄文のヴィーナスもどういうわけかおへそだけは強調してありますね。他の部分はなおざりになってますけども。これはペルシャで見つかった下げど、見せました像ですけど、これはみんなイナンナですね。共通点はおへそが大きいということです。おへそが大きいということですね。レプタリアンはここでセックスをしたんでしょうか？というようなことで考えてしまいます。ちょっと考えすぎですね。Thank you very much for watching and see you again next time. Bye! Hello, this is Mili Liu and Hiroshi Hayashi, Japan. Human history started in Japan. This is a story about it and the mystery of Japanese Hanya figures.in Japanese, ミリリルさんがですね、日本の甲府の、まあ、長州塚古墳と、エルブラさんをつないだ線の上に何かがあるということで、ビデオを作りましたら、早速、調べてくださいました。そしてこうした埴輪をですね、北陸の方ですね、で、探し出してくださいました。で、
まあ、これがきっかけになりましてですね、埴輪を少し調べてみることにしました。で、埴輪っていうのは基本的にはですね、パワースーツを着てるわけですね。まあ、これは土偶ですけども、これらの足がなぜ異様に太いかといえば、いわゆるパワースーツを身につけているからなんですね。地球上ではエイリアンたちはそのままでは歩くことができませんでした。地上の重力はあまりにも強いわけですね。これがパワーアシスティッドスーツと言われているものです。こうして人間の体を力のない部分を補助してですね、そして、歩行困難な人でも歩けるようにしたわけであります。これがパワーアシスティッドスーツの、足なんですけども、ちょうどこの、なんて言いますか、土偶と同じようなものを見つけてみました。これが仮面をかぶった女王です。そしてこれが、縄文のヴィーナスです。そして、これが青森の社交土偶ですね。みんな、いわゆる、こうしたその、パワーシスーツを着てるわけです。これはチューブスターさんが見つけてくださいました。で、日本の、いわゆる美なんですね。それは埴輪なんです。ところが埴輪もですね、同じように足がみな太いんです。異様に太いんですよね。アンバランスに太いんです。で、これは粘土でですね、作るときに、下の方ほど太くしなくちゃならないという、考え方もあったんでしょうけども、それにしてもアンバランスなんですよね。皆さんご覧になっている通りです。で、一方、このスカート式の衣服を身につけた、埴輪もあるわけです。で、これが今回、ちょっと精査してみたんですけども、この下に、いわゆるパワーアシスティッドスーツを隠している可能性は十分ありますね。何らかの歩行器具をスカートのようなもので隠していると。私はそういうふうに考えています。それは流れの中でね、一方で、異様に太い足を使う、ある、埴輪の一方で、こうしたスカート式のがあると。で、手前がその埴輪で、向こうが馬なんですね。で、馬も確かに足は太いんですよね。しかし、人間ほど、なんて言いますか、不自然さを感じないというか、アンバランスさを感じないんですよね。それが、この特徴なんですけども、じゃあ、足の、太いのがいないかというと、そうでもないんですよね。もちろん、日本の埴輪を見ていただきたいんですけども、私は、これは、パワーシスーツを着てると。また着ざるを得ないんですよね。これがタシルナジールの像ですけども、これはスカート式の、像ですね。これはノースアメリカンインディアンの像ですね。で、からこれがチザですね。チリのチザの像ですけども、見てくださるとわかりますように、やはりこう足がこう、ガニ股に開いてしまってですね。人間の目から見ると不自然なんですよね。で、これが埴輪の像に大変よく似てるってことなんです。で、イシュタール・イナンナ。イシュタール・イナンナ、ドイツ人物ですね。で、イシュタール・イナンナはですね、やはりこういう、これみんなこれ左の方は縄文で、右の方はイシュタール・イナンナです。これ男性かなと思ったんですけど、イシュタール・イナンナっていうふうに説明してありますね。考古学書の方というか、ですから、イシュタール・イナンナはこういう服を着ていたのかなというふうに思うわけですけども、このコンセプトと言いますかね、今の二人は男性に気がするんですけど、イナンナっていうのは女性ですから、イシュタールはね、で、こう女神ですからね、ゴデスですから、で、こうスカートのこの概念、スカートっぽいヒダヒダのね、概念が非常によく似てると。で、私の結論はですね、こういうことなんですね。これが縄文のヴィーナスですけど、それと同じものがイシュタールで、の像でペルシアに残っていると。メソポタミアですね。そしてこれが仮面の女王ですけど、同じものがやはり、ペルシアに残っていると。同じようなものがありますよ、日本足のも。で、から、頭に注意してくださいね、三角頭。それから、これも縄文ですけども、埴輪ですけども、同じものが、同じようなものというかね、これも下ある意なんだです。があるということです。こうした流れの中から見ていきますと、やはり、縄文、やはりも変も変もなく証明しましたけども、日本の甲府からですね、ペルシャの方に、文化が伝わっていったという、またこれが傍証になっていくわけですね。甲府ジャパンから、そしてペルシャへと文化は、東から西へ流れてるんですよね。これがまた一つの証拠になりました。ミリリュウさんどうもありがとうございました。大変な傍証になりました。Thank you very much for watching and see you next time. Bye! Hello! This is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan.
It's my great pleasure that I can talk about the mystery of Jomo Venus, and I claim here in this footage that Jomo Venus is or was Ishtar, Babylonia. In Japanese, Jomo Venus はバビロニアのイシュターであった。百聞は一見にしかずです。これが縄文ヴィーナスです。日本の土偶の中でも、まあ、最高の土偶だと言われています。そしてこれがイシュターです。バビロニアです。女神の中の女神といいますか、直接エンディルから神権を受けて女神になったと言われています。まさに女神中の女神なんですね。これが縄文ヴィーナスです。そして、イシュターと比較してみます。まあ、一見して、もうわかるように、基本的なコンセプトは同じなんですね。順に見てみますと、例えば、ヘルメット。やや吊り上がった目。胸。そしてお腹。そしてこの独特のラインですね。特に腰のくびれに注意してください。極めてよく似ています。太い首。太い足。そしてお腹です。考古学者の先生の説明をお読みください。なぜイシュターが長野県で見つかった。